世界三大名茶、ダージリンティーダージリンティーダージリンティーは、茶の木から作られる茶の一種であり、西ベンガル州のダージリン県及びカリンポン県で栽培、生産される。2004年からは、ダージリンティーは地理的表示に登録され、ダージリン、またはカリンポンの特定地域で生産された茶以外は名乗ることができなくなっている。 茶葉は紅茶に加工されることがほとんどであるが、菜園によっては、緑茶や白茶、ウーロン茶などに適した茶葉の生産を手掛けるようにもなった。茶葉は先端の葉2枚と新芽が摘まれる。3月から11月までが収穫期であり、4つの時期に区切られる。ファーストフラッシュと呼ばれる最初の春は、茶樹が冬の休眠を終えて育つ最初の数枚の茶葉からなる。 出来上がる紅茶は軽く、フローラルな香りと、わずかな修練味があり、白茶に仕立てるのにも向いている。セカンドフラッシュは、横い類や、葉巻が類の来週の後に収穫されるが、これが、マスカテルフレーバーという顕著な香りを生み出す元になる。モンスーンフラッシュは温暖かつ湿潤な時期であり、茶葉は、急速に成長するものの香りは弱いため、ブレンド用に使われることが多い。 オータムナルは、セカンドフラッシュと似ているが、より柔和な味わいとなる。茶の木が最初に、ダージリンに植えられたのは1800年代半ばのことで、ある。当時のイギリスは中国以外の茶の供給源を探しており、インドのいくつかの地域を候補として、茶の栽培を目論んでいた。従来の中国系の茶の木だけではなく、その頃に発見されたアッサムシも植え付けられたが、水はけの良い斜面で、 冬の寒さが厳しく曇りがちな気候においては、従来の茶の木の方が公的であった。イギリスは数多くの菜園を設立したが、労働者の多くはネパールや出キムから集められたグル家族やレプチャ人であった。インド独立後は全ての茶園がインド内の企業に売却され、インドの法律のもとで営業することとなった。その頃は、 ダージリンティーの最も主要な取引国はイギリスからソビエト連邦に移っていた。その後、ダージリンティーがその特徴と品質により評判を高めていくにつれ、ますます西欧での引き合いが強くなっていった。多くのサ園が有機栽培やバイオダイナミック農法、フェアトレードの認証を取得しており、インド政府はダージリンティーの認証と世界的な振興を推進している。 ダージリンの菜園で働く労働者の様子。1890年撮影。茶の木が最初にダージリン地区に植え付けられたのは1841年のことである。アーチボルド・ギャンベルは東インド会社で働いていたが、彼はコルカタに駐在していたイギリス人のための秘書地として森に覆われた人工規範地帯である当地を秘書地として開発しようとした。当時、 イギリスは中国以外の茶の供給地を探していたが、その頃になって茶の木の第二の品種がアッサムの荒野で発見されたほか、中国から種や苗木が密かに持ち出されていた。中国種はサハアランプル植物園で栽培され、そこから他のヒマラヤ地域の植物園に伝播したが、これはギャンベルがナサニエル・ウォーリッチを経由して、クマウンから取り寄せた種子によるものである。 最初の植樹が成功する中、キャンベルは1846年に、ルボンニューツリ何人かの住人と共に新たに、中国種及びアッサム種の植え付けを試みた。それから1年後、最初の試験的な菜園が1852年に3つ、起業され、ドゥクバー、スタインタール、アルバリンに置かれた。これらの菜園は2000本の茶樹を保有していると、報告しており、他の気候と土壌が、 茶の栽培と製造に適しているとのことで、専門家としてロバート・フォーチュンが派遣された。中国種とアッサム種の両方の品種が栽培できたが、中国種の方がより適していた。というのも、アッサム種は温暖かつ湿潤な気候を好むことが分かってきたのに対し、中国種は標高の高い地域で選択的に栽培されていたのである。最初にダージリンに、 商業的な菜園が設立されたのは1856年のことであった。1866年には39円にまで増えていたが、その中にはこの地域で初めて以上、発酵を行う工場を併設した魔界バリ農園も含まれる。これらの工程は、コルカタからイギリスまで数ヶ月かかる輸送に耐えるようにするためには必要不可欠である。 近隣のドアーズや寺井でアッサムチの栽培が成功したことからインフラへの投資が活発化し、それがダージリン高原まで波及したため、ダージリンの再園への機械や物資の供給も容易になっていった。ダージリンの人口は1830年代には100人以下であったが100を超える再園が稼働していた1885年には9万5000人にまで増加し、 ネパールやシッキムからのグル家族やレプチャ人の移民が多数を占めるようになった。この頃にはダージリンヒマラヤ鉄道に加え蒸気船の活用とスエズ運河の開通によりヨーロッパへの茶の輸送にかかる期間は大きく短縮されていた。イギリス政府が東インド会社を国有化した後も土地はサエンのオーナーに30年ごとに貸し出され、 その土地の内茶の栽培に用いられるのは4割であり、4割を自然なままに残し、2割を居住地や生産設備に充てるという観光は維持された。1947年のインド独立後になると、イギリス人はインド人に権利を売るようになり、観光も変化していった。1953年の茶法は、茶産業をインド紅茶局による法規制のもとに置くものである。 茶の栽培を広げるため自然の土地を開き農薬や肥料を導入することで収量は1 9五十年から1 9六十年の十年間で七百八十万キログラムから一千万キログラムまで増加したただしこれにより土壌は不安定になった茶産業に対する工場は限定的なものであったが1七十三年の外国川石製法により外国人が 新たにサエンの権利を入手することが制限されるようになると、インド政府がダージギンの茶産業の権利のうち過半を持つようになった。その頃にはインドにとっての茶の最大の顧客は、イギリスからソビエト連邦に移っており、そこではアッサム酒が好まれることに合わせて、ダージギンでもアッサム酒の植え付けが増えていった。1990年代には再び茶の生産方針の転換があった。 すなわち、ソ連の崩壊に伴いダージリンの主たる顧客が、西ヨーロッパ諸国と日本に移り、また新たなサエンのマネージャーが、バイオダイナミック農法を持ち込んだのである。1988年には、魔界バリ農園がサエンとしてはインドで、初めて有機栽培認証を受け、タムソン農園がそれに続いた。魔界バリの農園は、バイオダイナミックの認証についても最も早く、 1993年に取得した。その後はアンブ部社農園も認証を受けた。ダージリンは他の紅茶生産地に対して生産量や価格面での優位性はなかった。これは地理的な制約や消費地から遠いこと、茶の木の成長の遅さ、機械化の困難さといった要因に由来する。そこで品質の高さに目が向けられた。認証制度は 優れた製品を示す指標になるだけでなく、認証に向けた活動により、土地の侵食や斜面の不安定化、自力の劣化といった雨の多い給料地で農薬や化学肥料に頼った農業を行った際に、頻発する問題への対策にも一役買った。1994には収穫量は1400万キログラムに達していたが、2010年代後半には多くの菜園が、 有機栽培に転換したこともあり、年の終了は平均900万キログラムにまで減少した。ダージリンティーの差別化を目指し、1983年にはダージリン茶協会が設立され、他国への宣言を行うとともに、ロゴの権利を保護した。このロゴは、女性の横顔と一心二様で積まれた茶葉が描かれているが、様々な国で商標登録されるとともに、 かつてのマドリッド協定により国際的な保護を受けた。2000年には紅茶局により輸出業者に対する新たな許可要件が制定されたが、これには製品認証やブレンドの禁止が含まれており、許可を受けることで原産地証明書の発行を受けることができるようになった。2004年にはダージリンティーはインドで初めて地理的表示として登録され、 世界貿易機関の TRIPS 協定に基づく法的保護を受けるようになった。ダージリンのイ園栽培と生茶が発展してきた歴史とも結びついているが、テロワールはダージリンティーの個性的を生み出す主要因である。ダージリンティーはマーケティング上紅茶のシャンパンとも呼ばれている。また、不当なブレンドや 偽装表示といった問題も抱えており、事実ダージリンでの生産量の5倍ほどのダージリンティーが取引されているとされる。ネパールでは比較的近い特徴の紅茶が産出される。ダージリンティーはダージリン及びカリンポンで栽培されるが、この地域は西でネパールに接し、東にブータン、北にシッキムが隣接している。インド紅茶局はダージリンティーを栽培、生産、 加工、製品化までを、インド、西ベンガル州のカリンポン県の丘陵地の中では、サダー郡・ダージリン県の中では、クルセオン郡にあるサエンで行ったものと定義している。サエンは、標高300から2100メートルのヒマラヤ山脈東部の丘陵地に位置しており、平地に茶樹が植えられていることは稀である。このように、ダージリンヒマラヤ丘陵は、 ベンガル湾とヒマラヤ山脈に挟まれている地理的特徴があるために、6月から9月の夏季はモンスーン気候となり、11月から2月の冬季は冷涼で乾燥した気候となる。このような気候条件では熱帯タウリンが発達するため、土壌はわずかに酸性で有機物をふんだんに含んだローム質となる。急斜面のため水はけが良く、また斜面に定着するために、 十分の根を張れるだけの深さがある土壌である。標高の高い丘陵地の斜面に存在し、そこでは冷たく乾燥した空気と暖かく湿った空気がぶつかるため、生育期には工場的に霧や雲が発生する。このような環境でもたらされる開期の水はけの良さ、わずかに酸性の土壌、休眠期の存在。 そして直射日光が遮られていることは、茶の木にとっては理想的な生育条件である。ファーストフラッシュのダージリンの茶葉、そのままの状態と入れた後、茶の木のうち、もともと植えられていたものの種子は中国由来であるが、現在では後から持ち込まれたアッサム種との交配種が植えられていることが多い。新たに植えられるものは、ほとんどが少数の栽培品種の若木であり、 バニックバーン157、フブスリング312、アンバリベジティティブにといった品種は特にダージリンに適合する。気候により4つの収穫期に分かれるが、それぞれが個性的な特徴を持つ。5から10日おきに手摘みで収穫され、先端の葉2枚と新芽を摘むのが一般的であるが、生育条件や仕上げる製品のタイプによっては、新芽だけ、あるいは、 新芽と先端の葉一枚だけを摘むこともある。春、一般には3月から5月にかけて最初に収穫される茶は、ファーストフラッシュと呼ばれる。冬の休眠期の後、最初に芽吹く葉は最も柔らかく、出来上がる茶は上品で色も香も、非常に軽くて修練味は穏やかである。セカンドフラッシュは5月から6月の横梅類や、葉巻が類の来週の後に収穫されるが、 これにより生まれる化合物が茶にマスカテルフレーバーと呼ばれる重厚かつ顕著な香りを与える。この中外により防御のための物質が分泌され、かつ自然に葉の内部で酸化が始まるためである。ここに挙げた二つの芯は愛好家の間でも最も人気が高い。6月から9月のモンスーンフラッシュでは急速に成長するため茶葉は大きいが香りは弱い。 雨がちな気候のため、生茶時の胃腸と酸化がうまくいかないこともある。菜園によっては、胃腸の工程が少なくて、炭酸化が不要な緑茶や白茶を、この時期に生産することもある。紅茶が生産できた場合であっても、ブレンド用に生産コスト以下で叩き売られたり、国内消費向けに回ることもしばしばである。雨季が終わると休眠期の前の最後の葉が成長するが、これは、 オータムナルと呼ばれる。収穫は10月から11月にかけて行われ、他の季節と比較して青々とした香りと、ニューアナ、マスカテルフレーバー、濃厚な飲み口、濃い水色が特徴であり、ネパール産の紅茶と比べても遜色ない。わずかな例外を除けば、ダージリンで生産されるのは紅茶である。各菜園がそれぞれ生茶設備を備えているため、 収穫したその日から生茶を始めることができる。茶葉はまず屋内の施設に運び込まれ、そこで地中野以上の十分な送風乾燥が行われる。これにより、茶葉をそのままの形で充電したとしても、細胞が破壊されているため酸化が始まるのである。ダージリンでは、他の紅茶と比べて時間かけて胃腸を行うことが多く、ファーストフラッシュでは特にその傾向が強い。 強く胃腸することで、茶葉の水分のうち半分以上が失われるが、それにより、ポリフェノールオキシダーゼの活性を抑えられるため、茶に青々とした香りが残りやすい。菜園によっては、一部の茶の酸化を制限することで、ウーロン茶を生産している場合もある。10年の後、酸化発酵が行われ、完了し次第加熱乾燥により、水分量は約2%まで減らされる。そして、 消費者の手元で抽出されるまで水分に触れないよう密封される。乾燥後の茶をグレードに応じて選別する作業はこの時点で完了しており、一部はコルカダに運ばれてオークションにかけられるが、多くのインでは個別契約により販売を行っている。CTC のような製法を用いない一般的なダージリンティーはファーストフラッシュを除いて、 他の紅茶と同様の入れ方をすることが普通であり、摂取90度から摂取95度に沸かした湯で、3、4分間抽出するのが推奨されている。ファーストフラッシュは摂取85度から摂取90度の、やや低めの温度で2、3分間抽出するのが望ましい。150ml あたり2から 3g の茶葉を用いる。ダージリンティーは、発酵度と苦味が低く、花や、 果実のような繊細な香りを堪能するためにミルクや甘味料は入れないことが一般的である。タンニンが豊富なため焼き菓子やパスタのような炭水化物とよく合う。ダージリンティーで最もよく知られるマスカテルフレーバーはスパイシーな蛇行の香り、独特のマスカットのようなフルーティーな香りなどと表現される。この香りは セカンドフラッシュで顕著であり、オータムナルではそれほど明確ではない。通常の紅茶の香り成分は、テアルビジンとテアフラビンであるが、科学的な分析によれば、ダージリンティ特有のマスカテルフレーバーは3、7ジメチル1、5、7、オクタトリエンマイナス3オールおよびに、6ジメチルマイナス3、7、オクタジエンマイナス2、6、ジオールによるものである。その他の香り成分として、 ディナロール、ベンジルアルコール、アオバアルコール、アルファー、ファルネセン、ベンジルニトリル、インドール、ネロリドール、オシメンなどが含まれる。ダージリンティーンには他にも、花やフルーツのような芳香、花や木といった植物質なニュアンスがあると言われており、中国茶よりも修練味は、やや強い。インド紅茶局は87の菜園を、ダージリンティーンの生産者として認めている。 それらの面積は総計で17,500エクタールに上る。このサイン以外では少量の茶が農業組合により生産されるが、生茶や品質管理の観点では優れているとは言えない。栽培面積はインド全体の3%ほどであり、生産量で言えば1万トン程度と約1%に過ぎない。 高品質な茶を産出する菜園としては、例えば以下が挙げられる。ダージリンの菜園で茶摘みをする女性西ベンガル州土地収容法に基づき、菜園の存在する土地は西ベンガル州政府が所有しており、菜園の運営企業に30から90年のリースを行っている。州政府は土地使用や労働協約など多方面にわたる規制、管理も行っている。 インド茶協会参加のダージリン茶協会は、イ園及び輸出業者それぞれの労使が代表を務める業界団体であり、数多く存在するイ園の労働者が同じ待遇を得られるよう各々の労働組合と政府の間で共同的に交渉が行われている。労働者の待遇は多面的である。季節ごとに臨時労働者が流入することはあるが、正規労働者は、 サエンの敷地内に永住し、農園労働法に従い、基本給に加え住居、教育、健康及びその他の福利構成をサエンから受けられる。これらの福利構成が法的に定められていることもあり、国際フェアトレードラベル機構のようなフェアトレードに関する機関は、フェアトレードによるプレミアムを農園の経営者に支払うことを認可している。 これは労働者に直接支払われているわけではないものの、経営者はこの予算の使途をこれら福利構成のコストに当てることが義務付けられている。ただし、研究の中にはこの取り組みが労働者の生計にとってはマイナスであることを示唆しているものもある。すなわち、福利構成に対する経営者自身の寄与をその分減らしてしまうからである。社会的サービスをなくす代わりに給与をわずかに、 増やすというようなことが行われる懸念もあり、賃金交渉が複雑化する要因にもなっている。しかし、労働者は低賃金のため、給与が高い他の職業に移ることで欠勤が頻発している。歴史的に、サエンの労働力はネパールからやってくる低賃金労働者に依存してきた。結果的に、ダージリン、カリンポン、クルセオン地域の住人、 あるいはそのサエンで働く労働者は、グル家族で占められている。彼らの間には、統一的な民族意識が芽生えており、それゆえ西ベンガルの独立も提唱されている。2017年の大規模ストライキ時のように、グルカランドの独立運動が、サエンの運営に影響を与えることすらある。ありがとうございます。